しみです。こんにちは、シルさんいますか？あ、ベルさん、いらっしゃいませ。と、まだ開店していないんですけどね。そうですよね、掃除中にすみません。これ、お弁当のバスケットです。いつもありがとうございます。いいえ、私が好きでしていることですから。ところでベルさん、もしお暇でしたら、お掃除。ええ、いいですよ。お弁当のお礼もしたいですし。ありがとうございます。とっても助かります。すみません、クラネルさん。大丈夫ですよ。それで僕は何をすればいいですか？それじゃあ私と一緒に床のモップがけをお願いします。クラネルさん、危ない。大丈夫ですか、シルさん。大丈夫です。少しお尻を打っちゃっただけなので。ベルさんこそ大丈夫ですか？すみません、私よそ見をしていてぶつかっちゃったみたいで。平気ですよ、ほらこの通り問題なく立てますから。よかった。怪我をしたら冒険どころじゃなくなっちゃいますもんね。あの、ベルさん、一つ…何ですか？起こしてくれませんか？はい、捕まってください。ありがとうございます。ベルさん、意外に力持ちなんですね。私のことをこんなに軽々と引っ張り上げてしまうなんて。別に普通ですよ、シルさんが軽いんですって。ベルさんの新しい一面を見れた気がして嬉しいです。では掃除を再開しましょう。早くしないと開店に間に合わなくなる。今度はぶつからないように気をつけますね、ベルさん。僕も気をつけますね。やっぱりシルさん、こんにちは。こんにちは、ベルさん。お買い物ですか？シルさんもお店の買い出しですか？ええ、今夜のために食材を買い込んでるんです。リュウと手分けしてるんですけど、それでも量が多くて。確かに重そうですね。よければ僕が荷物で持ちますよ。いいんですか？じゃあお言葉に甘えちゃいます。実はまだまだ買うものがあるので。任せてください。
レルさん、これとこれどっちがいいと思います？どっちもいいと思います。もうそういう返事が一番困るんですよ。ここはビシッと男の人らしく私に似合う方を決めてください。あのシルさん、このアクセサリーって買い出しには関係ないですよね？ええ、私が個人的に気になったんです。だけどどちらがいいか選べなくて。そこでベルさんのご意見を伺いたいと。これもお手伝いの一環ですよね？そうじゃなくて、今は買い出し中なんですから、個人的な買い物は良くないんじゃ。それとさっきから気になってることがあるんですけど。何ですか？今夜のための食材ってさっきは言ってましたけど、保存食とか明らかに今買わなくてもいいものまで買ってませんか？そうですか？しかもあえて重いものばかり。バレちゃいました？バレますよ。僕もう腕がしびれてきてるんですよ。すみません、せっかくベルさんがお手伝いしてくださっているので、この際まとめ買いをと思いまして。ダメでしたか？ちゃんとお手伝いします。言い出したのは僕ですから。ありがとうございます、ベルさん。それじゃあこのアクセサリーもちゃんと選んでくださいね。え、いやだからこれはさすがに関係ないと思うんですけど。お手伝いするって言ってくれましたよ。じゃあちゃんと考えるので待ってください。ゆっくり考えてくださいね。それで坊主を買い出しに付き合わせた挙句こんなに遅くなったの？龍はとっくに帰ってきてるのに何をやってたんだい？ごめんなさい、ミオお母さん、ついはしゃいでしまって。すみません。坊主が謝ることはないだろう。でもまあ、ちょっとでも悪いと思ってるなら、うちで金を使っていきます。そうしましょう、ベルさん。たっぷりサービスしますから。でも、お金を払うのって僕ですよね。私とですか？こんにちは、シルさんいますか？お、ベルさん、いいところに。実は私、午前中だけですけど仕事がお休みになったんです。もしお時間があるようでしたら、ベルさんと一緒にお散歩がしたいなって思うんですけど、どうですか？いいですよ、僕でよければ。よかった。それじゃあ早速行きましょうか。でもシルさん、せっかくのお休みなのに僕と散歩でいいんですか？シルさん、シルさん、はい、何ですか？
え、お休みを僕なんかと過ごしていいんですかって聞いたんですけど。なんかだなんて、私はこうしてベルさんと過ごしているだけでとっても楽しいんですよ。ベルさん、少し場所を変えませんか？もっと人がたくさん。はい。それじゃあ市場に行ってみましょうか。シルさん、どうしたんですか？顔色が悪いですけど、気分が優れないならどこかで休みましょうか。いいえ、違うんです。ベルさんは感じませんか？感じる？実は私、さっきから変な視線を感じていて。気のせいかと思ってここに移動してきたんですけど、勘違いじゃなさそうで。どこから感じるかわかりますか？さすがにそこまでは。でもまるで体にまとわりつくような気味の悪い気配を感じるんです。ベルさんは感じてないみたいですね。今のところ特には。じゃあこのまま気がつかないふりをして散歩を続けましょう。僕も怪しい人影がないか気をつけて探ってみます。はい。特に気になる気配はありませんでしたけど。シルさん、まだ視線を感じますか？ええ、さっきより弱くなっていますが。心当たりはあるんですか？特に思い当たりません。そもそも私を見張る理由なんて想像もつきませんし。誰かと間違えられているとか。かもしれませんけど、ここであれこれ考えても答えは出そうにないですね。はあ、気のせいだといいんですけど。そろそろ時間ですね。お店に戻りましょうか、ベルさん。すみません、せっかく散歩に付き合ってくださったのに、私のせいで台無しですね。そんな、シルさんが謝ることないですよ。そうだ、じゃあ今度、シルさんが休みの時にまた一緒に散歩に行きませんか？はい、その時に今日の分も楽しみましょう。ありがとうございます、ベルさん。それじゃあお休みの日が分かったらすぐにお伝えしますね。こんにちは。あ、ベルさん。あれ、その服は。今日って約束の日でしたよね。そうなんですけど、今日はお店で過ごしてもいいでしょうか？もしかして忙しいんですか？だったら僕も何かお手伝いしますよ。いえ、その忙しいわけではなくて。シル、どうしました？今日はクラネルさんと出かけると聞いていましたが。
ここでじっくりお話をしようかと思って。ね、メルさん。僕は別に構いませんけど、でもお店の邪魔になりませんか？隅にいれば大丈夫です。それじゃあ龍、私たちのことはそっとしておいてね。もちろん邪魔などしません。安心してほしい。すみません、ベルさん、急にこんなことを言って。実は相談したいことがあって。聞いてもらえますか？もちろんです。僕でよければ何でも聞きますよ。ありがとうございます。よかった。こんなことベルさんにしか相談できなくて。覚えてますか？前に一緒に散歩に出かけた時に視線を感じるって言ったこと。あれ、犯人はどうもお店の常連のとある男性だったみたいなんです。常連の人？それがどうしてシルさんに見張ったりなんて。それがどうも私のことを妙に気に入っているらしくて、だから勝手につきまとっているようなんです。最近ではお店で働いている時にも視線を感じるほどで。え、大丈夫なんですか？変なことされたりしてませんか？いえ、何もされていません。声をかけてくるわけでもなくて、ただ私を見張っているだけなので。でも本当に気味が悪くて、このままだと何か大変なことが起こってしまいそうで。そうですね、何か手を打った方が。でもこのお店や龍たちには迷惑をかけたくないんです。だからベルさん、ご迷惑だとは思うんですけど、私に力を貸してもらえませんか？任せてください。ああ、ベルさんならそう言ってくれるって思ってました。こんなこと見過ごせませんよ。ましてやシルさんにはいつもお世話になってますし。本当にありがとうございます。ベルさんに相談してよかった。とりあえず犯人を捕まえる作戦を考えないといけませんね。何か思いつきそうですか？さすがに今すぐには出てきませんけど、なんとか考えてみます。私もお手伝いします。お願いしてるんですから、それくらいは。あと時間があるときはなるべく店に来てシルさんのそばにいるようにしますね。本当ですか？嬉しい。ありがとうございます。ただその毎日来ると懐が結構厳しくなるので。お願いしてる分サービスさせてもらいますから、よろしくお願いしますね、ベルさん。楽しみです。ちょっとシルさん、これじゃ掃除ができないんですけど。できますよ。ほら、こうして一緒にゴシゴシって。ベルさん、もっと楽しそうに。
状況じゃ難しいですね。でも言い出したのはベルさんなんですからね。どうしたんですか？一緒に頑張らないとお掃除がいつまで経っても終わりませんよ。そうですね。早くきれいにしましょうか。こういうことも二人で仲良くやれば楽しいですからね。ええ、二人の共同作業ですね。ベルさん、まだ共同作業に慣れてないんですね。そんなスケッペ。やれやれ、あれはなんだい。ボーズとシルは何をしてるんだ。そう、わかりませんが。捕まえたぞ、勘弁しろ。つまりクラネルさんたちはシルをつけ回す不審者を捕らえようとしていた。その結果罠にかかったのは神ヘスティアとアーデさんだった。そうなんですけど、どういうことなんですか神様。それはこっちのセリフだよ。説明してくれ。そうですよ。どうしてシル様とあんなに親しげにしてたんですか。だからそれは不審者を誘い出すための演技だったんですよ。ベル様、どこまでお人よしなんですか。こんな厄介事を引き受けるなんて。まったくだ。最近この店に入り浸っていたのはそういう事情だったわけかい。俺も手伝ってほしいって頼まれてな。悪かったな、リリスケ。ヘスティア様も。デルフ君が謝ることはないよ。怪しまれたのはこちらに非があるからね。それにしてもどうして神様やリリが捕まることに。それよりもだ。事情は分かった。だったら僕も協力しよう。女性を脅かす悪党なんて放っておくわけにはいかない。そうだろ、サポーター君。ええ、ヘスティア様のおっしゃる通りです。リリも全力でお手伝いします。いいですよね、ベル様。ああ、手伝ってもらえるのはありがたいわ。罠ならリリにお任せください。持てる知識を総動員して特製のものを用意します。頼もしいけどやりすぎないで。
今日も空振りでしたね。こんなにいろんな人に力を貸してもらっているのに。こうなるとやっぱりもう犯人は諦めたって思うのが自然ですよね。この頃は視線も感じなくなってるって言ってましたよね。ええ、ベルさんだけでなく竜たちも私のそばについてくれるようになってからだんだん感じなくなって、今ではもう全くですね。むしろ見張ってくださっているリリさんの視線が痛いくらいで。だからベルさん、今日で犯人探しは終わりで私は構いませんよ。え、もういいんですか？ええ、今日までありがとうございました。他の皆さんにもまた改めてお礼を言わなくちゃいけませんね。なんだかすっきりしないけど、シルさんがいいのなら僕がこだわる必要もないですね。結局僕大して役に立てなくてすみません。そんな、ベルさんが力を貸してくれたからこうして諦めさせることができたんですよ。いや、そうと決まったわけじゃないですし。本当にいいんですか？大丈夫ですよ。いざとなったらここには竜や宮お母さんがいます。他のみんなもきっと私を守ってくれますから。あれ、じゃあ僕がしていたことって。それは私。え、僕にですか？じゃなくてもいいんじゃないですか？いいえ、ベルさんにです。私はベルさんに守ってほしかったんです。これはとっても大切なことですから。シル、クラネルさんを困らせないように。別に困らせてなんか。クラネルさん、今日までシルを守ってくださってありがとうございました。シルも満足したようですし、もう十分です。後のことは私たちに任せてください。あなたの伴侶となるシルを危険な目にまで合わせはしません。もう、竜何言ってるの？あの、ベルさん、竜の言ったこととは関係なくまたお弁当を用意しておきますから。どんな時でもいらっしゃってください。私、ベルさんが冒険から帰ってくるのいつでもここで待ってます。はい、ありがとうございます、シルさん。